式カツオです、よろしく。投げる意味あったんですか。ない。時計の真実です。インスタグラムを始めたんで見てください。俺結構すごいよ。すごくない？若かったでしょ。昔じゃありえないですよ。なんでなんで？インスタとか TikTok とか YouTube もそうじゃない。周りがやろうって言ってるだけだろ。自分で考えたわけじゃない。自分でやってるんですよ。だけどタケちゃん意外とそういう SNS って結構、例えばブログとかもそうじゃん。結構 ね、じゃあのブログだって俺賞もらってんですよ昔。相当早いすごいね。だから SNS とかデジタルをね、使いこなしてるんですよ。結構ね。ねどうしたら SM でしたっけ。いやいや違う違う。そう、みんな信用してるじゃないか。いや、洋服が S と M だから。早くやれよ。僕、SNS 使いこなしたもデジタルなんですよ。便秘じゃん、これ。畑もう延々やっとけよ。今でもあれですよ、あの農家さんとかこのそういう人増えたんですよ。やっぱ機械が進んでるからでしょうね。何が言いたい。だから昔農家さんとかね、自分でやってたじゃないですか。今はもう機械がやってくれるから、ね、そう楽だね。まあ楽ではないだろうけど、ポンとだって押しとけば時間内にやってくれるわけだ。そうそうそう、もういいっすよ、こんな話に伸ばさないから。何の話してるんですか。天使たける番組がなくなったみたいですけど、そう、フジテレビがね、6月19だっけ、天心たける。番組なくなったんですよね。あ、そうだそうだ、そう、じゃあフジテレビやってたんだよね。いや、あれどっかの視聴率絶対取れるから、どっかのテレビ局つけばいいのにね。いや高いんじゃないですか。いや安くしてもらってさ、いや全国のファンが見たいでしょ。そうだからね、当人同士もやっぱり言ってるわけじゃないですか。まあね、テレビ地上波やらないとショックだと、子供たちにも見てほしいとかね。これはいや、これ僕ら運動じゃなくてドラマになるよ。一人でも多くの人に見てもらいたいっていうね、うん、本人らはそういうふうに思ってるから、金運動じゃなくて、金はもう入場料収入だけでガッツリもらってるから。そう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 、みんなが見れるようにぶっちゃけチャンネルって撮ろうか。マジっすか。ぶっちゃけでやっちゃいます。の生中継、まあはっきり言って見ないか、ね、他団体っていうか他競技なんで、うん、我々が解説してもどうなのかなとは思ったりもするんですよね、うん、いやもう一般の目線でやろうよ。何やるの。やるんだよ。やるんすか。そう、結局そう、結局やろうよ。結局って何、最初こんな北極、いやいや南極、いや違うよ。素晴らしい、本当ね、素晴らしい。これ聞かれたよ。聞かれたよ。他競技ですよ。おい、他競技でも関係ないもん。目線としては天心選手が、はい、ボクシングに来るラストマッチ、ああ勝ってほしいね。それもあるからね。俺勝ってほしいけど、タケルが勝つと思うんでね、俺の予想はね。まあ天使には矛盾してること言ってるけど、で予想は今予想、はい、ということで、はい、いや実際、いや実際ボクシングに来るっていう話題もあるし、最高のカードだよ。これを大切しない、もったいないじゃんけ、うん、まあ格闘技界ね、でいわば今タケル天心って言えば、ね、日本でこれ以上のマッチはないですからね。そうだよ、ぶっちゃけ格闘技の選手やってんだから。天心は次はボクシングに転向するわけですから。そうですよ。な、俺女と約束入れたのにさ。マジですか、珍しいね。珍しいね。キャンセルするわ、じゃあ。ホテル取ったんですか。おい、いや本当にね。だよ。これ、ホテルさんとコラボしてから変わりません。いや、畑の真似してる。いや、でもやろうよ。ラストマッチですからね。うん、そう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 。そうですよね。そうか。まあ、僕はだから、その、武尊選手の嫌いとか好きとかじゃなくて、うん、両方ね、高青年だから応援したいんだけども、俺だから天心がボクシングに転向するから無敗でも来てほしいって期待を込めて俺天心なんですよ。まあ俺もそれはあるけど、うん、予想は畑どっちだったっけ。天心よ。ああそうかそうか。期待も込めてる、うん、期待量も込めての話なのよ、うんうん、無敗でもボクシングに転向してほしいと、うん、いやだからどこしたどっちでしたっけ。私は天心君が勝ってほしいけども、もしかしたら武尊選手が勝つかなって言ったんだけど。何より守り、ね、でもこれいや、いやこれをいっぱいだから、いろんな YouTube 見てきて、 YouTube 見てたら、いやなんかね、
投手がすごいんだよみたいなことだから武田選手は勝つとは思うんだけど、一緒ですね、でもいっぱい見てきたら両方練習してるんだなというのは分かるから、まあこれは戦い方によっては違うなっていう、うん、けどね、勝とうと思えば天心君は足使って勝てると思うよ、まあ、技使って。僕はもうでも打ち合ったら分からない、いや、僕はもう本当体重の差で武尊優位で武尊と思うんですけど、天心に頑張ってもらえる、うん、まあ、体重はね、今回も厳格に管理されるわけだから、試合当日まで、うんうん、あの計量終わったら好きなもん食っていってわけじゃないわけだから、当日まで体重の制限されるわけですよ、まあね、だから体格の判定ってのは大に等しいと思います。そんなこと3なのですよ、ボクシングでは12なのじゃないですよ。これね、こう変な言い方かもしれないけど、天心これ全てかかってると思うよ、戦い方によって。足使えば天心でも打ち合ったら武尊、いや だからどっちも勝つチャンスはある。いやだから武尊が体重の問題ですよ、減量で3時間前までいくら何キロしか増やしちゃいけないっていう問題があるわけですよ。 それで僕は3ラウンドしかないから、延長入れて4ラウンドしかないから4ラウンドぐらいだったらガチガチいけんじゃないかなと僕は思うんですよ。いやガチガチいけるんだけども、だから武さん言ってるその体重の上の階級だからというその理はないと思うのよ。でも武の方もともと重い階級でやってたわけじゃん、けど体重は一緒じゃないですか、当日は。まあ、当日は一緒だけど、だからその理はないと思うよ、うん、いや、おそらく減量して云々かんぬんってことはないと思う、その4ラウンドだから、うん、でもね、延長あったとしても、うん、だけど体重の理もないと思う俺は、うん、そうなんだ、うん、でも結局天心一緒の体重なんだから、天心君は軽い階級のやつとしか戦ってないわけじゃないですか。まあ最近はエキシビションで重い階級で、まあ、でもほぼ同じ体重にするわけだからそんなに差はない、まあ試合の時はそうですけど、うん、だから私は天心君にこれ全てかかってるんじゃないかと思うよ、うん、勝とうと思えば勝てるでしょ、足使ってこう動き回れば。でも打ち合ったらこれやられるなっていうのがあるから、どっちにも理があるのよ。いやー、ね、足使って勝てるもんなんですかね、距離取って。いや速いよ、テクニックもあるし、まあまあまあスピードは確かに、うん、センスは天心すごいと思いますけど、はい、だから打ち合ったら武尊チャンピオンだって、はい、足使って勝とうと思えば天心チャンピオンは勝てるよっていう、はい、天心君にこれ今回かかってるような気がするよね。だけどさ、東京ドームでやってですよ、あんなね、すごい会場でやって、歓声もすごいんですよ、そうそうそう、金も、ね、前列300万ですよ、300万ですよ、一番いい席、はい、そんな金取ってさ、天心がじゃあそんなね、クレーバーに戦えますか。そうですよ、いや、勝つ方が大事だろ、まあ、勝つ方が大事だろ。でも、ね、俺はけどね、我を忘れるともうやっぱり打ち合っちゃうと思う。まあ確かにね、そう思うよ。いや、やっぱりだから、武尊チャンピオンに利があるって言ったのはそこなんです。ラウンド数の短い格闘技はやっぱり初めからいかないとダメだよね。ね、まあボクシングみたいに1ラウンド2ラウンド見ていけっていう競技じゃないです、ね。まあそういう戦い方はないだろうね。3ラウンドしかないんだから。今回は行くだろうな。短距離だから。そう。行ったら武尊チャンピオンがリアあるよな、うん。パンチ力と耐久力。まあとは思いますけどね。うん、まあでも天心くんもめちゃめちゃパンチありましたからね。うんうん、天心は切れるパンチじゃん。ね。うん。武尊くんはちょっと見てもらったことないからわかんないけど、天心は切れるパンチだからさ。耐久力もあるわけだよ、うん、上の階級で倒されてないわけだから、まあ、で倒してるわけだから、まあでもいい試合しやってもらいたいですよね。じゃあ19日やろうよ。何ですか、なかなか見れないって。これもう人生の中で見れるかどうか分かんない。もう本当にお前じゃあ断んないと女、うん、あもういいよ何回も断ってんだから、これのこのせいで女もういいっすよ、もう連れてきちゃえばいいじゃん。あそうだいいこと言うね。じゃあ初の連れてきたじゃん連れてきていやこれはこれはもうこれ視聴率すごい取ると思う。俺が途中ほとんど入ってないんでしょ K1 とかね、その違うジャンルのトップ選手がね、ボクシング界に入ってくれるってことは嬉しいことですよね、うん、那須川天心はね、来るんでしょ。いやすごいね、バントム、スーパーバントム、すごい時代だね。面白いですね。面白いね。違うね、格闘技がボクシングの土俵で活躍してた人がね、お互い戦ってもらえればね、面白いよね。じゃあさらにボクシングが面白くなってきたね。ね、しかもね、本当の K1 とかキックの方のトップ選手ですから。そう、トップ選手が。そしたら K1 の、ね、人たちはみんな見るわけだから、ね、そして感動を覚えてくれば、今度またボクシングもね、視聴率も増えるとか。なんかさ、タイの場合とか国際式の方が稼げるっつって、うんうん、ムエタイから国際式にボクシングに来るわけじゃないですか。日本もね、やっぱり今だと現状ボクシングより K-1 の方が稼げるじゃないですか、うん、そう、いや、井上チャンピオンは稼いでるよ。井上チャンピオンは別格としてでしょ。二須川君とか
武尊君とか彼らの方がボクシングの世界チャンピオン全然勝ててますよ。もらってるから、はい、まあだから那須川天心がボクシングに来るっていうのはやっぱり井上チャンピオンぐらいを目指してるわけですよ、うん、あのぐらいの地位に自分もなれると思ってるわけ、まあまあね、どうせ強くなるんだ、あのぐらい強くなれば当然ボクシングの方が稼ぎますけど、うんうん、それ何百倍だ、そうそうそう、うん、これ結構のね、まあそうだよね、10倍は稼ぎますから、ね、すごいな、面白いな。あとあれですね、やっぱ K1 とかそういう違うやつって1年に何回も試合できるじゃないですか、ね、まあ、ラウンド短いからね、はい、それがやっぱりボクシングって違うじゃないですか、うん、そこはまた楽しみですよね、その、うん、そこにですか、集中してどれだけ練習して、そうだ、ね、長丁場のラウンドをこなせるか、うん、技術的にはあると思うんですけど、ちょっと僕は期待しすぎてみたんで、やっぱボクシングはまだそこまでではないなと思いましたね。まあけど、まあ、このねチャンネルでも何度も言ってるように、那須川選手はランキング選手、まあ、すぐ日本タイトルやってもチャンピオンと遜色ない試合してるレベルだと思うんですよね。まあけどこの前 その、まあ、試合っていうんですかね、エキシビションっていうの、なんていうんですかね、あれはエキシビションでしょ、まあ、勝ち負けないんだもんね、しかも、うん、エキシビション見る限り、まずグローブが何アンスだったのかでかいんですかね。でしかも戦う相手もみんな体重がそれぞれ違 う、 そ う、 そう、だからあれをちょっと判断基準させないと本人もかわいそうじゃないか。いやでも俺は、私は面白いと思うよ、天心君は。うん、僕も面白いと思う。ボクシングを専門に教わったら絶対強いと思う、うん、攻撃力もすごいもん、うん、スピードもありますもんね、スピードもあるし手数もあるし。だからさ、当然天心君これだけ鍛えてプロボクシング界に流れ込みでかけてくるわけだから、デビュー戦でだから日本チャンピオンとノンタイトル、あるいは世界ランカーとノンタイトルやる、世界ランクになる、次行くのか3戦目行くのか、僕は少なくても3戦目まで行ってほしい。いやいやいや、私は2戦目でやってほしい。2戦目ね、そうそうそう、どうせなら、うん、無敗の世界チャンピオンなんだから、キックのね、でボクシング上手いんだから、で人気もあるんだから、じゃあもうどうせなら2戦目の世界記録を作る、まあね、そうですね、ことをやってほしい。僕それ考えてんじゃないかなと思う、その GA も多分ね、今の時代はもうそういう時代なんだよ、とにかくね、一般受け、こうどうやってこう広めるかと。そうそうそう、もういきなり世界チャンピオンとノンタイトル出ればいいですか。あ、それも面白いけどねそれ面白いけど、それはちょっと酷かな。メイウェザーとやったんだからね、その気持ちでやればね、いきなり、まあ、メイウェザーとやったんだから、どうやってもいいわな、そりゃそうだ、そうですよ。最初は多分外敵みたいな扱いされると思うんですけど、でもそこの中でもこうどんどんどん活躍して、ボクシング業界を盛り上げていきたいなっていうのはあります、うん、ありがたいね、はい、うん、なかなかこうボクシングからキックに行く人とかって増えてたりとかするじゃないですか今。だけど、まあ、逆もあってお互いこう尊敬し合えるスポーツなんだろうっていうのを、いいですねっていうのは思います、うん、だ尊重そこらの選手じゃないから、まあ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 、まあ、キックでもね、世界チャンピオン、それでパンチでほとんど頑張ってるんだから、それはボクシング界にとっては財産だよね、うんうん、いや本当いいね、本当ダイヤモンドの原石が来ましたよね。そうだよね、今はどんぐらい、自分の中ではまだ全然だと思ってます、はい、40%、いやもう40、30、20ぐらいから、25、来年3月が待ち遠しいです、楽しみですね。いや待ち遠しいね、うん、その前にね、やっぱりキックでやり残したことやってほしいね、俺は。あ、本当ですかやっぱりね、まあそりゃそうだな、タケル君と見てみたいよね、世紀の第一戦ね、本当ですか、そう見てみたい、ね、これは よその格闘技もみんな、一般の人もみんな見たい、これは日本で考えられる、あの格闘技の中の一番のイベントですよ、ドームいっぱいできるっていうのは、ね、このそう、はい、これだよ、この間お互いにボクシングうまいんだよね、うん、これすごい見ものだよね、はい、ぜひ見てみたいな、タケル、タケルとね、うん、見てみたいね、まあ、楽しみにして、本当ですか、まあ、俺はまあね、あのボクシング界に来てね、本当ボクシングのリングをいっぱいやらせてもらいたいですね、そうそうそう、じゃあ世界チャンピオンになって ね、はい、可愛らしい成績また収めてほしいよね。そしたらね、本当に違う世界からボクシングやりに来る人が出るだろうし。そうだね。まあこのぐらいの素材はなかなかいないんだけどね。そんな感じで。キックのパイオニアに、ね、なってほしいよね。そうですね。まあキックだとね、やっぱり今一番のカードって言われるのはやっぱりね、あの武尊君と天心、最後ねボクシング転向する前に。ただ体重差5キロありますよ。これ正直やったらどっちが有利と思う？この間 2,3 日前に天心やったんですけど、うんうん、だからスタイルがボクシングになっちゃったんで、うん、長距離走になっちゃったんですよね、うん、前の方がそのキックルールに対してはちょっと怖さなくなったなって感じしましたね。天心が長いラウンド戦うスタイルになってるんで、うん、
でもなんか僕らの想像でもやっぱりね、打ち合いだったら武尊君、作戦で作り上げて攻撃していくチャンスをつかむのは天心君、そんな面白さはやっぱり。武尊君はね、打たすんすよ。半端打たすけどうまいじゃん。いやでもちょっと逃がしてますよ。クリーヒットそんなないですよ。そう、はい、実は意外にうまいんですよ。そうなんだ。打ち合いでほとんど倒してるもんね。そうですね。だから天心だ、捕まえられるからですよね、天心を。早いからね。スピード早いね、天心ね。これは本当最後に絶対やってもらいたいですね、そうですね。でもやるんだったら今年の年末以外ないですからね。分かんないですけど、いや水面下でやってるんじゃない。こんなで莫大な興行ないもんね。いや今日本の格闘技界でこれ以上のファイトない、ね、そうだね。もう全体格闘技界全体で見ても、みたい、ね、ね、お客さんのストレスもこれで解決するだろうしさ。ついに来ましたね、ずっと何年も待った、はい、キックボクシングの頂上対決、ね、飛鳥天心チャンピオンと、ね、うん、武尊チャンピオンがやるという。契約体重ってことで58キロ契約で当日62キロまで。あ、そうなんですか。そうなん、武尊君4キロしか増やせないんですよ。4キロまでしか増やせないっていうのが辛いですよね。普段武尊君多分60何キロあるでしょ。武尊君は増やしたいけど4キロまでしか増やせない、62までしか増やせない。で我慢するわけですよ。おそらく水しか飲めないんじゃないですか。ただね、ボクシングの場合は例えばフェザー級リミットでやってた選手が2キロ落として戦うっていうので全然実力が出なかったっていうのはパターンがあるから、これ2キロで本当に戦えるのかっていうのも心配はあるよね。畠山さんもおっしゃってましたよね、その最後の2キロが辛い、うん、そうなんですよ。精神的にはきついですよこれ、うん、まあ、そこは確かに不利だよね。まあでも楽しみですね、そういうのも考えながら。いやこれは楽しみだよ。単なるのなら天心君が勝つだろうと。攻撃バーっていってね、スピードで。ただ後半に無制限で完全決着となればこれは不利だよって言ってるわけ。天心チャンピオンは不利だと。だって体力負け絶対するもん。武尊君はね、どっちかというとノーガードで打ち合うタイプですからね。そう、うん、打ち合い強いんだよ。当て感もいいし、あと打たれてもカウンターでもらってるのに全然平気なんだからね。まあスピードを生かす試合ができれば天心君分があると思いますけど、でも最近の試合見ればやっぱり武尊君ちょっと有利かなと僕は思います。まあボクシングファンの千原さんから見て、はい、武尊から最近来るじゃないですか、はい、武尊のスターがボクシング界に流れてくる、はいはい、どんなイメージですか。いや逆に聞きたいです、どうなんですか天心選手は。高橋だ、天心選手も面白いでしょ。やっぱり足と手を使いながらやってるキックボクシングを、はい、それ手だけに集中したら技を磨けばだいぶ違うと思う。相当強くなりますよ、才能もある。本田会長ってどういう。いや世界のプロモーターとして1人に入る、はいはい、それぐらい顔を利かした人って日本人にいないんですよ。その本田会長が天心絶対いけるって言って来いって言ったっていうのは本当なんですか。うん、そうらしいです ね。でまあ本人は最初はキックやりたくてキックの方に行ったんですけど、はい、うん、ね、まあ相手がもういないっていうことで。でも僕らボクシングファンからしたら本田会長がそこで言うって、うん、じゃあほんまにすごいね。そうそう、本田さんはもうめちゃくちゃ勝ってるんですよね、天心のこと。でも今度の武尊チャンピオンとね、はい、これがもうスーパーマッチじゃないですか、はいはいはい、ずっと見たかったのがやっと来たみたいな。そうですね、でもしかしたら武尊チャンピオンも大橋ジム出入りしてるっていうんで習ってるボクシングをね、パンチを、ね、はいはいはい、だからもしかしたらこれボクシング界に武尊チャンピオンも来るんじゃないかっていう噂もある。いや、UFC でしょ。あ、それもあるけど、もしかしたらっていうね。はあはあはあ、今来てくれたらもう最高ですよ、ボクシング界にとっては。さこい。さこい。道具なかったらこれ折れてるよな。すごいね、完全に折れてるよ。見てんだよ、くるくるくるよね。天心選手の蹴りも受けたじゃないですか、はい、全然違います。天心君の蹴りもすごかったけどやっぱ重みが違いますね。体重が違うとこれだけ違うんだね、全然違う。天心君のはキレがバシッときたけど重みがあったよ、ね、当然だよ、まあね、それはバンタム級のパンチとさ、ミドル級のパンチと違うのと一緒で、どっちも効くって感じがあるよね。今タケルチャンピオンとナスカ天心チャンピオンとどっちが強いって。タケルの方がやっぱりさっきはすごい感じて、
で天心戦はみんなこう自分に殴れ殴れってすごい殴り合いよって言われたんですけど、もう前に折れへんのですよ。だから自分と天心みたいな戦い方を天心がやれば天心が勝つような気はします。ただこんだけ煽られてこんだけ盛り上がってるんで打ち合いとかしたらもう絶対タケルやと思うんで。うーん、パンチ力はどっちがあるの？もう断然タケルです。階級違いますもん。スピードは天心。スピードは天心ですね。テクニック完全に足速いのも天心やと思います。テクニックは？テクニックは天心ですね絶対、はい、でも今の天心のスタイルやったら厳しそうですね、この間の試合とかやったら。みんな言うよね、はい、でもなんか天心の持ってるなって思うのがこのまま あの試合がなくてタケル対天心したら天心危なかったと思うんですけど、 あれでだいぶ修正してくると思うんで。ああそうか、はい、あでつまりどっちですか工事的には？3ラウンド。3ラウンドですもん。でも延長ありますもんね。どっちなんですか？難しいですね。でも自分はどっちか KO 負けしてほしいです。あなんも自分の関節株上がりみたいな。工事は倒れなかった。でも勝ったことやりたいとは言えないんだよ。まあ、やったってもええかなとは思いますけど。また延長する。